はい、というわけでね、本日はイエさんのご提供でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。お送りさせていただきます。お送りさせていただきます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、新しいイベントが始まりました。はい。ロックダウンというイベントが追加されました。ホライツァー。新スキン。それ友達のお母さんに似てるわ。友達のおかんに刺されてる。友達のおかんスキン。友達のおかん赤髪なの？なんかね、茶色いんだけどね、顔がめっちゃ似てる。髪と髪型と顔。名前ニュートだったりしない？ニュートかも。どこに行けばいいの ？A ね。A に集合。はい。下なの ？A 下だね。どこから行けばいい？カルビ、カルビ、助けて。あっちね。ここ。あれ、エーペックスの初心者。あれエーペックス上手かったですよね。あの一応ねグイグイ言わせてもらった時期があそうだよね。そうですよね。言わせた時期あったよな。そういう時期あったと自分は思ってるんですけどね。おかしいな。えここ最強じゃない？ここにハイドしてたらもう勝てるよ。えなんかいる、なんかいる、なんかえわかった。でも勝ったんだよね。チャンピオンだ。こんな感じで500ポイントに行ったら勝ちって感じだね。はい、なるほど。多分ここでスキン一覧が見れるかなと思うんですけども、くるくる回した3ページ目。イエス、くるくる回した3ページ目ですにあります。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとスキン見ていきましょうか。服がいいね、マギの服いいね。服いい、トゲトゲがいい。フォーマル系はやっぱいいな。私トゲトゲ好きそう。何？カルビちゃんの大学の時期の話。そう、私ねゴスロリ好きだからこういうの好きなんだよ。こういうね、あのお腹のこういうコルセットみたいなとかね、ちょっとねゴスロリっぽくて可愛いこれ。わかるわかる。マットマギーね。こんなんつけてたら肩ぶつけたら相手死んじゃうって。大怪我だよ。電車乗れない絶対に。カルビちゃんの寂しかった大学生活ね。そう、まあ、こんなトゲトゲなのつけてないけどね。先が見つからなかった云々でやめたたの。そうそう、ゴスロリで友達ができなかった。カタリストの隣のバンガロール、うん、おめかししてない？リップ赤くない？ほんとだ、おめかししてる。ほんとだ、かわいい。え、めっちゃ赤リップなんだけど。ちょっとおめかししてる。ちょっとおめかししてない？しかもなんかスカートの柄ちょっとブランドっぽいぞこれ。高級ブランド柄。気になる子できちゃってない？ほんとだ、私は大砲よ。恋してるじゃん。なんかな、大砲じゃなくなったってこと。やっぱさ、お母さんとかさ、うん、周りの配信者見るよね。お母さん見る。見るんだ。見る。もう見る。なんなら推しとかもいるよ、うちのお母さん。え？マジ推し誰？誰なの？え、全然関係ないとだけどいい。絡んだこともない。いいよ。うちのお母さんホロライブの桜美子さん推しなんだよ。マジ絡んだこともない。そうなんだ。そう。うちのママの推しはね、うん、ヒカキン。誰？ヒカキン。いいよね。ヒカキンよりやめてマジで。わかるけど。ヒカキンやめてマジで。ヒカキンさん、ヒカキンさん。ヒカキンさんね。うん、ちょっとデカすぎてちょっと。めっちゃ耐えてる。やっぱデカすぎるとさ。いやわかる。呼び捨てになっちゃうんだよね。なっちゃうけど、あのそうそう、最近あんたもそんな遠から不断になってきてるから。いや、そんなことない。なんか、いや、らしいよ。だってカルビ姫はあのなんか去年のさ、うん、世界で見られたストリーマー、女性ストリーマーランチの上位にいなかった。それやめてください。ちょっとなんか3位ぐらいにいましたよね。名誉じゃん、名誉。まあ個人がここにいるのはありがたいってことにしよっか。いや、すごいよ。快挙ですよ、快挙。すごすぎるよ。いや、嬉しい限りです、本当に。ではランクいきますか。はん、シルバー4です、お願いします。まあシルバー4みたいなもんです、私。よろしくお願いします。プラチナ見えたけどな。ライフラね、今パーク取ったらずっとドローン出せるよ。え、ドローンが消えるタイミングと同じタイミングで次のドローンが上がる。ええ、嘘だ。それはないよ。な、注射器いらんやんね。えそれはないでしょ。そんなバカな話があるわけね。きた。お、まずヒールドローンがあるじゃないですか。はい、こっちで回復できる。今日も可愛いね。
え？え？ギルドロンちゃん。あ、びっくりした。びっくりした。びっくりした。え、猫ちゃん、私に言ったの？今、猫、え、猫ちゃんの方向いてたよ、今。違う。え？で、で、プニの殿が出ます。え、今の目線。え、やば。ごめんね、カルミちゃん、こんな。なんか見せつけられたと思った。びっくりした。ね、いや、ごめんね、そんなつもりなかったの。いや、こういうのってさ、いや、こういうのってあるあるなんだよね。一人だけ。やっぱこうなっちゃうね、エイペックスは。そうそうそう、三人だからね。見せつけられがちだからね。見せつけられちゃう。エイペックスアット一募集中で行ったらさ、二人カップルとかあるよね。あるあるある。あるよね。あるあるある。あるあるある。あるあるある。誰だろ、しかも募集アット一で。いや、あるあるですよね。世間的にあるかもしれないけど、別におめえがはねえだろ。カルミちゃん大丈夫、私もゾワッときたから。いや、大丈夫じゃねえよ。大丈夫。ゾワッときたからのあたりもちょっとひどいし。びっくりしちゃった。かわいそうだよ、僕が。かわいくないと。いや、私が一番かわいそうだろうがよ。言われる側の気持ちも考えてよ。それを見てる人の気持ち考えてよ。僕が一番かわいそうだ、やっぱり。涙が出ますよ。派手にやり合っとりますな。どこでやり合ってんだ。上盤ノック、ここは。あと下が激しい。ええ、やべ、やべのいる。待って、何が起きたの。全く気づかなかった。渋原さっき可愛いねって言っちゃったから動揺してたでしょ。動揺が残ってる。動揺が実体M になっちゃった。動揺で死んだな、これ。自意識過剰ですよ。びっくりした。いやいや、誰がどう見てもそうだったよ。誰がどう見てもね、私の方見て、目合いましたよね、ハルさん。ライブランドロンと目やったんですけど、自意識過剰ですよ。やめてくださいよ。まあ、これあれだわ、最後にさ、ドローンって言って嫉妬させるタイプのやつだよ ね、そういうタイプか。しばらくそういうタイプなんだ ね。今日も可愛いね、え、ドローン、あ、みたいなね。そうそうそう、そっちかみたいな。あ、なるほどね。悪いわ、罪の男。しばらくそっちタイプか、罪の男。後で DM してくるんちゃう、津田さん、キーボード買ったよって。キナーのとか言うんちゃう、これ。あ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。そこもちゃんと思わせぶりなんだよね。いいぞ、マジでいいぞ。意地悪だな。散々な言われよ。散々な言われよ、本当に。猫たつが一番かわいそうだけどな。僕だろ、どう考えても。いっちゃんかわいそうだよ。はぁ、はぁ、はぁ、最低。ね、最低の男。ね、もう飛んでよ。はい。いや、ね、本当にカップルの中に入っちゃったみたいな感じになってる。そういう気分味わっちゃってる、今。なんか。ゲーム内で突然可愛いねとか口説き出すやついねえだろ。いや、いるかもしれないよ。お花畑だろ。いや、いるんじゃない。まあ、いるんじゃない。いないとこでやれよ、他の人が。え、やって、ワンパいる。でもさ、そういう人もいるよ。あえて他の人がいるときにそういうのがするの、はい、するのが好きな変な人もいるかもしれない。確かにいるかもしれない。今日なんで、なんでこの3人なんだろうな。何が？今日？今？うん、今日。このタイミングで。このタイミングでそういうのやばい。その疑問を抱く。やばい。ごめん。なんかごめん。いや、違う。違いますよ。違います。そういうのじゃないんです。え、てかさ、この間さ、私ね、普通にアニメ見ててさ、組長娘の。あー、組長娘か。そう、あれ普通に見てて、うん、え、めっちゃ面白い、このアニメ。超いいわってなってハマってて。で、後から渋ハロって知ってさ、マジでびっくりしたんだよね。エンディングの方を歌わせていただいております。え、恐縮ではありますが、本当にすごい、本当にすごいと思って、なんかね、はい、嬉しかった、私。誇らしかった。うん、そう、本当に誇らしくなったの。
あ、ありがとう、ありがとう。マジで嬉しかったんだよ。え、すごくない？そうなんだよ。そうなんです。アニメのエンディング歌わせていただいております。シュバハルってすげえんだよ。いや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 。恐縮でございます。シュバハルってすごいんだ。知らなかった人もいます。いや、すごいんだよ、シュバハル。すごいんだ。最初話してきた時あれだからマジでビビったんだよ。アニメのエンディング？ワイガですか？え、本当にすごい。まあでも受けてよかったな。こうやってこうやって言ってもらえるわけだし。いや、本当にありがとう。ありがとう。うん。こっちのセリフなんだよな。受けてくれてありがとう。ありがとう、アニメを見ていただいてね。チャラいむずいね、あれ。チャラいむずい、今。あんな簡単だったのに。ね。私もチャラい大好きだったけどな。チャラい好きなやつに6のやついねえからな。え、これ私のこと指してない？カルミちゃんと思ったね。私も超好きだったわ。遠回しでロコのやつじゃないって言ってない？ひどい。そっか、そんなそんなこと言うわけないじゃないですか。いや、照れ隠しですよ。あ、照れ隠しこれ。さっきのね、ドローンからうせーなんてちょっとやめて。そんな路線で行きたいわけじゃないの。なんか最近そういうの多いな。黙ってくれ。そんなつもりないのにね。そんなつもりないのにな。なんかモテ来ちゃったかも、カルミちゃんたち。うぜー、マジで。羨ましいな。私はそんな嫌いみたいな。つらして。一周して帰ってきた話題が。最悪の一周だよ。一生いじられるよ。この本割ったっけ？あ、割れた！二人割れてるよ！ん？ナイスだ。詰める錠？詰める錠じゃない。いや、これやばい。ユーデッド。あ、ユー、アイデッド。アイデッド。アイデッド。後ろ！いやー、惜しい、うまいけど。どうやったら、チャンピオンって取れるんですか？チャンピオンの取り方募集中。チャンピオンってそう簡単に取れるものじゃないよ。確かにね。ナンバーワンだもんね、チャンピオンって。そうだよ。私24時間やって取れなかったことあるんですから。マジ？何ランク回し続けてってこと？そうですよ。えぐ。ありがとう。こんな配信の方は終わりますか？はい。終わります。はい。また遊ぼうねー。また遊びましょう。遊ぼうねー。はーい。お疲れ様。お疲れ様でしたー。お疲れ様でしたー。はーい。ってことでね、終わります。みんなありがとうな。猫たちと話したの久しぶりな気がするな。でもね、なんか久しぶりな感じしないんだよな。で、渋春も別に久しぶりな感じしないし。いや、面白かった。じゃあなー。またなー。お疲れみー。